地元の若手アスリートを支援している明治安田生命。今回は釧路支社からの地元の元気ニュースです。 J リーグ加盟を目指す地元サッカークラブ北海道十勝スカイアースによるサッカー教室を開催。子どもたちが技術の向上に取り組みました。また支社管轄地域の自治体と共同でワクチンボランティアを実施、高齢者のインターネットによる予約をサポートしました。2022年8月 J リーグ OB の長嶋明宏さんを迎えてウォーキングイベントを開催。当日はスカイアースのサンクスマッチも開催し、地域の皆様にサッカーの試合を楽しんでいただきました。これからも明治安田生命釧路支社は地元の元気に貢献していきます。